はい、どうも、秘密結社フェガム総帥ハッチでございます。今回はですね、土曜日の東京のメインレース、アハルテケステークスの予想をしていきたいと思います。東京ダート戦六のレースということで、これもね、ユニコーンステークス、ウマレンワイドだったら取れてたような予想ができてたし、同じような予想法でやっていって、そこのね、負け分を取り返していけるんじゃないかなと。東京ダート1600、こんな感じの予想でいいんじゃないかななんていうのをね、考慮しつつ予想を組み立ててみました。一応ね、まだ馬柱出てないんで、ネット競馬想定の人気順のみでね、だいたい予想をしてしまってます。枠もまだだし、出走確定もまだなんですけどね。こんな感じでいきたいと思います。まずはですね、今回軸馬なんですが、現在想定8番人気バレッティ、この馬からいきたいと思います。前走、このコースのね、オープン特別を2着したわけなんですけど、結構優秀な時計でしたね。そして、昇級3戦目でオープンクラス慣れが見込めたということで、ここから軌道に乗っていくんじゃないかなということで、軸にしてみたいと思います。そしてまずはですね、紐1点目がレピアウィット、1番人気ですね。東京マイルでダートのね、このコースでオープン入りした馬ですし、そこに鞍上レーンを配してきたというあたり、かなり期待度は高いと思っております。そして2番人気デアフルーグ、これ本当に2番人気かっていう意味では印打つか迷ったんですけどね。ただ、去年のね、ユニコーン、その前の青龍ステークスあたりのパフォーマンスは良かったですし、別定戦とはいえ金量差が、上下2キロ、プラス母牝でね、あるけど、ボバでの金量ってことで言い直したら、金量差がね、最大2キロあるレースっていう感じの中で言えば、賞金の関係でこの馬は増量なしで、他の馬はちょっと重くなってるって考えた時にね、ハンデ戦ほどじゃないけれども、この金量1キロ2キロの差っていうのは効いてくるんじゃないかなと、この馬有利になるぞということで買いでいきたいと思います。さらにコズミックホース5番人気ですね。ダート転向2戦目のこのコース、前走5着とはいえね、十分好走したと言えると思います。ダートに徐々に慣れてきた。そう考えるとね、ここら辺そろそろ良血がダートで開花するみたいなことがあるんじゃないかなと。キングマンボ系、キングカメハメハ3区っていうのもこのコース向きかなということで変えていきたいと思います。さらにゴルトマイスターですね。ゴールドアデュール3区ってね、この東京のダートマイルっていうとっていう感じの血統ですしね、ここを目標にしっかり調整をしてきたみたいです。そして1頭ね、ひらめけ大穴的な枠ということで、もう1頭挙げておきますと、アシャカトブ。昇級3戦目、そして東京のダートマイルでのね、適性が高そうだというところ、結構ね、注目に値する血統じゃないかな、値する馬かなということでね、注意してた馬ですので、昇級3戦目のここは、もう1回ね、チェックさせてもらって、この軸1頭、紐5点、馬連ワイド1000円って感じ、合計1000円って感じですね。軽く買っておこうかななんていうふうに今のところ思っております。以上、ハッチでした。